あの歌聞いたさあ次はだったらその歌当てましょう楽しいことや辛いこと嬉しいことや悲しいことそんないろんな出来事に歌を絡ませ語りますだったらその歌当てましょうその後はこの後は京都のグルメをご紹介いたしますが、はい、まずはうん今日の話題にぴったりの曲でお届けいたしましょう、うん、五木博さんで京都恋歌京都は 大原が舞台になっておりますさてまあ、冬の歌ではございましたがうんご辛抱くださいでもいい歌ですね、はい、季節が夏ですけれどもね、えー、先日の産経新聞の談話室にこんな作文が投稿されておりましてテーマは暑さ対策京都市佐伯区にお住まいの60歳をちょっと過ぎられた男性が このようにおっっしゃってます京都で暮らす者にとって夏の暑さは格別だ、うん、あまり涼しい風も吹かず蒸し暑さに体力が毎日どん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 奪われてゆく蒸し暑い日が続くとどうしても食欲が減退するので夏を乗り切るには食生活が大切京都で夏バテ防止として有名なのはハモ料理だが、うん、庶民的だとは言い難い、うん、そこで我が家では「 漬物で食欲をそそる7月初旬になると京都市北部大原の赤しそが出回るので自家栽培の鴨なすとみょうがを塩漬けにしたしわ漬けを作り、はい、ここで今日のキーワードを申し上げておきます塩にさせていただきました。 自家栽培のカモナスとミョウガを塩漬けにしたし漬けを作り食卓にのせるまたそれに合わせて自家栽培の万願寺とうがらしや伏見とうがらなどの京野菜も毎日必ず食べるようにする家庭の味として先祖から受け継いだ漬物や京野菜が我が家の最高の暑さ対策そして京都は祇園祭りとともに夏本番を迎える。 まあ夏のはは塩は大切です,そうです、ね、口に入れたくないなと思いますけれど塩気はこれまた必要なんですね水とともに、うんうん、キーワードは塩ですこれを聞いていただきましょうはい塩がキーワードね,、えー、ねあの辛いもんを真夏に口に入れるのはねどの程度があるんですがあの塩分というのは必ず夏場 水分とともに取らなきゃいけないんですね,で,すねではキーワードは塩にさせていただいております<は>行きましょう今かけすぎまったみたいな慌てて止めに行きまった<笑><笑>今日は祭りですからお祭りですから <laughs> もうわかりませんはいはい <laughs> 今野村さん誰と喋ってますたんはいというわけで皆さんのご応募お待ちして,て今日はもうスペシャルでございます、はい、そういうことです、はい、ひらめいたとおっしゃる方メールかファックスでお送りくださいメールの方はのむらアットマーク OBC1314.co.jp NOMURA アットマーク obc1314.co.jp ファックスは0665770301 06までお寄せください正解された方の中から3000円分のクオカードをお一人にプレゼント答え合わせは7時5分ごろです このコーナーは YouTube ラジオ大阪チャンネルで配信中です。そちらの方でもお楽しみください。はい、皆さんお考えの上、たくさんご応募お待ちしています。締め切りは七時です。